なお有社なお、有会は19、1919年8月1日に、国家主義者の大川周明や三川亀太郎らが、中心となって結成した、天皇制の下での国家社会主義を歌い、国家改造を目的とする最初の国家社会主義系、右翼団体、国家主義団体、革新派右翼団体である。急進的国家主義団体の老僧会を母体とする、 社名は、と延命の詩、家ども三景州荒将義句なおありにちなむ。大川、三河らは1918年秋に設立されていた、老僧会の中心メンバーだった。当団体には、堺俊彦などの左翼から高畑元行などの国家、社会主義者、大川、三河などの大アジア主義者、国家主義者まで左右を問わず、 他方面の社会運動家が参加しており、なおアリー社はそこから右翼的な革新を目指す、行動団体として派生することとなる。設立の背景として、対外的には1917年に起きた、ロシア革命、対内的には、米騒動などの社会的な変動があった。ちょうどその頃、後に、青年将校らのバイブルとなった。 国家改造案原理大綱を書き終えていた北が大川に招かれて上海から帰国。北を迎えたなおアリシャは本格的な国家改造運動の拠点として活動を始めたのである。北の日本改造法案大綱行動要項日本帝国の改造とアジア民族の解放を中心スローガンとし革命日本の建設日本国家の合理的組織 民族解放運動、同義的対外政策の遂行、改造運動の連絡などの考慮を掲げる。1920年9月には、帰還し、おっさけびを発行。皇太子、ひろと新能の東王阻止や宮中防重大事件で、活動し、安田善次郎、原高志らの暗殺事件にも、思想的な影響を与えたと言われている。また同人による、 学生運動の指導により、火の会、なお、工学会、投稿会、光の会、呪しの会、潮の会、魂の会などの団体が生まれた。この内火の会は、森戸事件を契機として、上杉新吉の指導を受けていた、広告同士会が、なお有リ同人のカ野コギ和信と、大川衆明の支援を受けて分裂、騎士介らが結成したものである。 天皇間の総意や寄付来日問題をめぐって、北と大川との対立が激しくなり、1923年3月に、なお、アリシャは解散した。その後、1925年に大川は、三川、安岡正敦らと行事者を結成する。一方、北の影響を受けた、清水幸之助は、対価会や対抗者を結成し、岩田富夫は、 大河会の会長として活動した。三河亀太郎、北一騎大川襲明は、なおあり者の中心人物として、三々と称された。以上、日本全史1023ページ、及びコトバンクのブリタニカ国際大百科事典、世界大百科事典における記述を、折中的に参考にした。ありがとうございます。